はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安すのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もですね、造血幹細胞移植に関する骨髄移植のお話です。今回も先にですね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。そんなね、造血幹細胞移植の骨髄移植なんですけども、まあ、ちょっと以前の動画でもね、以前ちょっと前だいぶ、1週間ぐらい前かなの動画でもですね、造血幹細胞移植に種類があることをお話ししましたね。骨髄移植、移植の種類ね、骨髄移植と、末梢血幹細胞移植と再帯血移植ね、この3つが、まあ、一括りで骨髄移植と、まあ、世間一般では認識されております。造血幹細胞を採取して移植するということに関しては同じことなんですけどもね、まあ、医学の発展によって種類が増えてきましたということになります。骨髄移植というのはですね、骨髄液に含まれる造血幹細胞を移植する方法です。骨髄液は通常両側後腸骨梁より採取します。骨盤と呼ばれている腰の骨ですね、そこからのそれの背中の下、腰の位置にある骨の中から取ります。全身麻酔をしたドナーさんの両側後腸骨梁より骨髄腺歯針を用いて採取されます。針を刺すんです、ブスッとね、骨に貫通させるんですよ。まあ、全身麻酔だから痛くないと思うんですけども。で採取された骨髄液はほっぺんや細胞塊を取り除かれた後、患者さんに移植されます。で、まあ、利点としまして、まあ、他の移植に比べて移植実績が多い、一番歴史が長いんでね、一番多くの人にこのやり方をしてもらっております。で欠点もありますね。全身麻酔や自己血貯血が必要であり、ドナーへの負担が大きいです、という感じですね。ドナーさんもね、全身麻酔してもらわなあかんし、自分の血を先に取って置いといてもらわなあかんっていうのがあるんで、まあ、負担が大きいわけでございます。まあ、実績と歴史があるのでね、造血幹細胞移植の中では一番知名度のあるのがこの骨髄移植ですね。その皆さんが思ってた骨髄移植っていうのは、まあ、高齢の一括りでね、思われてるんですけども、その骨髄移植、移植を採取するところの種類の一つが骨髄移植というものですね。はい、これが骨髄移植でした。次回はですね、末梢血管細胞移植のお話をします。今回は骨髄移植だったんですけど、次回は末梢血管細胞移植のお話です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。